運命を恐れるな。勇ましく死んだ者は神の国へと導かれる。まだ使いのガキども、バカな、お前たちの船はまだ。ヨルズ様の命令だ。ここを一歩たりとも通すな。ハーリこのまま中へ突入するぞ。こいつは面倒そうだ。ここは私がやってやるよ。交代だ。吹き飛べ、消し飛べ、止めた、切り裂け。カージャに任せた方がいいかもな。イルメル村の住人か。やるしかねえな。君たちは、そうだ、村は一体どうなったんだ。お前はイルメル村の住人か。ああ、トマって言うんだ。そんなことになっていたのか。結局、俺たちは何の役にも立たなかったな。今となっては恥ずかしい話さ。奴らが攻めてきた時に、俺は慎重すぎる親父に腹が立ってね、仲間と村を飛び出してグリーガーに戦いを挑んだんだ。まさかそんな化け物たちが相手だったなんて。逃げずに敵に挑むのは嫌いじゃないけどな。いや、でも結局何もできなかったし、こうして敵の手伝いをさせられて。おい、アドル、カージャう、なんとか追いついたか。ああ、敵の隙を見て俺たちだけ上陸したんだ。サンドラス号はまだ敵艦隊の相手をしてるぜ。最初の段取りは変わったけど、この後は作戦通り動くつもりだよ。とりあえずそっちの人を避難させちゃおっか。ありがとう、頼むよ。アドルたちは先へ進んでくれ。サンドラス号も海の上が片付けや、そのうち駆けつけてくるだろう。だな、頼んだぞ。
くここまでの砦を築いたと思ったが、大昔の建物を利用してるみてえだな。グリーガーの涙ぐましい努力の結晶、潰しがいがあるじゃない。ここにもクグツ型か。どうやらカルナックの住人も紛れ込んでるみてえだな。君たち、私は一体。そうか、あの悪夢のような光景は夢ではなかったか。親父、グレン、そうか、お前は無事だったのか。その、なんだ、カルナックのことだけだよ。ああ、町の惨状は彼らから聞いた。そうか。アドル君、すまんが、どこか休めるところはあるかね。私がここにいても、君たちの足を引っ張るだけだろう。質問が頼む。私もまだ混乱しているようだ。おう、近くにレーフもいるはずだし、まあなんとかなるだろう。よし、アダル、私たちは先へ向かうぞ。カージャに任せた方がいいかもな。こんなものがあったとは。マナで見てみるか。あ、見つけた。
くぐ姿か。さすがに多いな。様だ。アドル、知ってるか。だろう。まあ、俺もちょっとした有名人だからよ。面倒そうな男だな。イルメル村のやつじゃないし、このまま放って先に進もうぜ。まあそう言うと思った。あれ、その人は確かカルナックの住人だね。あらら、こりゃ随分酔っ払ってるね。ちょうどよかった。悪いけど保護を頼んでもいいか。うん、もちろん。ああ、気をつけてね。やっぱ言っておくか。きっとお前はよく思わないだろうしな。レイフのところへ戻るぞ。説明している時間はない。とにかく急いで戻るぞ。てめえ何しやがる。こんな場所にいたとはね。まさか町があんなことになると思わなかったけど、ま、帰ってきた甲斐はあったかな。しまった、間に合わない。グラン、おいおい、こいつは一体どうなってんだ。レイフ、何してやがる。その人はドーソン様、お前の親父だろ。やっぱそんなとこから。元の姿に戻ったばかりで酒に酔ってるはずはねえしな。あらら、こりゃ随分酔っ払ってるね。普段からよっぽど酒を飲む人物だったんだろうな。レイフ、お前一体どうしちまったんだ。どうもしていない。俺を止めるつもりなら殺さないと止まらないよ。グレン、お前なら俺の気持ち少しはわかるでしょ。だとしてもダメだろ。お前ひょっとしてこのために傭兵に。おい、てめえなんで俺を殺そうとする。大体お前誰なんだよ。俺はお前だって知らねえぞ。何それ、言い逃れのつもり。レイフ、ちげえんだよ。お前が町を離れている間
酒の影響でこうなっちまった。もうお前やモミナさんのこともわからねえらしい。は？なんだよそれ。嘘でしょ。よくわからねえが複雑な事情があるみてえだな。とりあえずドーソンさんは俺が連れて行こう。ああ助かる。グレン、レイフについていてやってくれ。ドギさん、わかったぜ。アドル、カジャ、お前さんたちは先へ向かうんだ。じいさんたちやサンドラスの協力を無駄にしないためにもな。ああ、たぶめだ。感じるか兄弟、この嫌みったらしい殺気を。あの夜の借り、今こそ返してやろうぜ。この辺りなら休めそうだ。ファルン島、ことごとく邪魔した上にこの砦にまでやってくるなんて。カージャ、アドル、どこまで私を怒らせれば気が済むのかしら。最初にカルナックを襲撃したのはそっちだろ。適合者ってのは何者だ。なんでお前たちはそいつを探す。言葉を慎みなさい。適合者とは我らの主となるべき人物のことなの。お前たちの主？我ら三将は主によって生み出されし、グリーガー、敬愛するあの方に再びお仕えすることこそ我が至上の喜び。あなたごときがたやすく言及していいお方ではないわ。グリーガーが人間に？一体どういうことだ。その割にお前は人間を見下すじゃねえか。あのお方とあなたたちを一緒にしないでほしいものね。あなたたちはいつの時代も変わらない。常に互いを区別して分類し制限しようとする。不安をごまかして自らに枷をはめ楽になったつもりでいる。なぜ自分からこうも不自由になりたがるのかしら。アドル、あなたなら分かってくれるかしら。人間という存在はいつも何かの言いなり。だからこそ私が傀儡にしてそこから解き放ってあげるの。カージャ、アドル、あなたたちも私の傀儡になりなさいな。解き放ってあげるわ。邪魔な。なんとか活路を開くぞ。あなたたち後悔させてあげるよ。
その程度。隙あり。イライラするわね。余裕がなくなってきたんじゃねえか。やるぜ。これ借りようか。なれ、まさか人の子の成長は早いと王子に聞いてはいたけど、翼、なんだヨルズのあの姿は。教えるわけないでしょ。頬の傷に加え、この私がこれほどの屈辱を与えられるとは。でもあなたたちがここを突破しても三角海域に到達することはない。この先の海域でバルタ水軍は絶望を知ることになるわ。心しておきなさい。逃がしちまったな。だな、次こそは本当の決着をつけてやる。兄ちゃんたち、本当にありがとう。おかげで父ちゃんたちが無事に戻ってきてくれたぜ。すまなかったな、ディック。じいちゃんたちの言うことを聞かず、危ない目に遭わせてしまった。もういい。わしらもお前たちの言い分をもっと聞くべきだったかもしれん。話し合うぞ、寮についても、これからのことについても。ラゴル爺さん。アドル、カージャ、二人には感謝しておれよ。お前さんたちが来てくれなきゃ、今頃どうなっていたことか。わしらは結局あまり役に立てなかったかの。いや、あの作戦があったから動き始めることができた。そうだな、漁船で白鯨に立ち向かうじいさんたちはかっこよかったぜ。困難を乗り越えてきた海の男って感じで素敵でした。お前さんたち、話がわかるの。そういえばお前たちがサンドラス号の、なんということだ。本当に年端の行かぬものばかりではないか。そうか、カルナックを。故郷を失ってさぞ辛い思いをしたじゃろう。それにもかかわらず。だからこそだぜ。あんな目に遭う人をこれ以上増やすわけにはいかねえ。グレン、うん、そうだね。せめてこの村にはいつでも気兼ねなく遊びに来るがいい。故郷の代わりにはならんが、新鮮な魚なら食わせてやれる。はい、ありがとうございます。クレマン町長、ご子息たちは勇敢で素晴らしい子たちじゃな。老いぼれには理解すらおぼつかない状況じゃが、彼らを見ているとわしらもなんとかせにゃという気持ちになる。ありがとうございます。ですがグレン、お前たちはもうサンドラス号に乗る必要はない。は、
カーペントさんからこれまでの経緯は聞いた。お前たちなりに苦難を乗り越え頑張ってきたそうだな。私を助けてくれたことも礼を言う。あ、だがな、これ以上お前たちが危険なことをする必要はない。あとはアドル君やバルタ水軍に任せることだ。ちょっと待てよ、俺たちは自分たちで決めてここまでやってきたんだ。アドルやカージャと行動して気づいたこともたくさんある。それを今さら。ならば命があるうちに引き上げてその経験を生かしたらどうだ。あの正体不明の敵と戦いお前たちが勝利できるつもりか。ここまではたまたまうまくいったのかもしれん。だが今後マナも使えないお前が奴らと渡り合う自信はあるのか。自信なんてそんなもんあるわけねえだろ。ほう、あんたの言う自信ってなんだ。間違いようがないくらい準備できていて確実ってことかよ。そんなもん待ってたら俺は一生準備してるだけになる。何が何でもやらないといけない時に何言ってんだよ。失礼します、クレマン町長。ミラベル君。あの時町長は焼け落ちる町で私たちを助けようとしてくれました。グレン君もその時の町長と同じ気持ちなんだと思います。聞けば彼は一人で住人の救助をあのバルタ水軍に訴えたとか。ご子息の心配はもっともです。ですが彼の気持ちと行動は間違っていますかな。子供の安全と幸せを願うのが親としての責務です。村長も人の親ならご理解いただけるかと思いますが。失礼します。耳が痛いの。こんなことがあっても町長は相変わらずなんだね。くそ。おお、足りめえだ。さっさと準備して出発だ。そういや親子といえばもう一人問題あるのがいたな。あいつは一体どうするつもりなんだろうな。美しい船とは何か。わかるかね、この大いなる世界との調和が。船と一体になれたようだね。まだ手伝える君たちのた。
ドル君、カージャ君。レイフ君が君たちに話があるそうだ。聞いてやってはくれんかね。その様子だと少しは落ち着いたみてえだな。うん、ラオホス島では作戦中に取り乱して悪かったね。母さんのこともあるし、サンドラス号には乗せてほしい。ただあの男を許したわけじゃないかな。私も人のこと言えねえけど、なんだってあそこまで。あいつは父のドーソンは自警団団長でカルナック一の剣の使い手だった。俺と弟のマルクにとっては自慢の父親だったんだ。そういや先代の団長は強かったって聞いたことあるの。それにお前弟がいたのか。いつも一緒にいるくらい仲のいい兄弟だったよ。大人になったら親父のような自警団員になるのが二人の夢だった。ところがある日、町で暴れていた海賊を取り締まった時の話だ。あいつは利き腕を切りつけられて剣を握れなくなっちまった。そして自警団を去ることになり、酒に溺れるようになっていった。暴力を振るうこともあったけど、いつかきっと立ち直ってくれる。俺もマルクもそう信じて、よく互いに励まし合っていたよ。でも母さんが必死に稼いだ金で酒を買えと言われた日、俺は初めてあいつに反発した。あいつに殴られ続ける俺を見てられなかったんだろうな。弟のマルクは俺の代わりにこっそり酒を買いに出かけて、通りかかったロムン軍の馬車に轢かれて命を落としたんだ。あの日以来、胸の中に渦巻くどす黒い衝動に囚われたままなんだ。親父は町じゃ有名人だったから、住人なら誰もが知ってる話かな。レイフ、お前の戦力は欲しい。船に乗るのは歓迎だ。でも面倒を起こすようなら船長として容赦なく裁く。それでもいいなら乗船を許可する。今はモミナさんがドーソンさんの面倒を見ている。モミナさんがいればレイフ君も行動を自制できるだろう。はい、フレア先生にも心配をおかけしてすみません。親子だからこそ相入れないこともある。だが絆を断つことはできないものだよ。そうですね。とにかく話は分かった。支度が済んだらレイフも船に乗れ。アイアイさん、アドル、母ちゃん、ありがとう。ようやく次の海域へ向かうことができるな。送りに来てくれたみてえだな。よし、アドル、進路を南へ。スペクルム湾を目指すぞ。どうやら手を貸す必要はなかったみたいですね。アドル君と行動するようになり、姫様はお代わりになられた。だが棟梁はなぜこの時期に。いや、詮索はすまい。全ては大神ハールの御心のままに。